どうも、井上真ですよ。ノーミルク砂糖でーす。今日もよろしくね、先生、ビル赤ちゃんでございます。今日こちらドーン出た。はい。川崎横浜 FC、ああ水戸の宝京戦略シー。いやついにこういう情報がね、たくさん出てきておりますけれども、はい。そうですね。うん 今回はちょっとやっぱり川崎チャナティップ選手の移籍が発表されたということもあるのとあとはやっぱり横浜市小川幸喜選手がなんかどうやらオランダ行くんじゃないかって話もありますからちょっとそのあたりも含めてこの3チームちょっとピックアップしていければと思っておりますよろししくお願いまますすってチャンネル登録この機会ぜひよろしくお願いいたします。ということで参りましょうまずはこのチームからドン川崎フロンターです。 はい。えー、川崎フロンターレは今、冒頭でもお伝えした通り、うん、えー、6月21日の夜ですか、はあ、えー、チャナティップ選手が、えー、対パトゥムユナイテッドへの完全移籍ということが発表されましたと。寂しいです。ねえ<ー>、うん。はい。ちょっともうちょっと見たかったなっていうのもあるんですが、うんまあれ、ね、だ。そうですね。はあ、ただね、まあ一つ、ちょっと思うことがあるとすればというか、ま、はあ、はあ あの確かに MVP じゃない、ごめんなさい、ベストイレブンにも抱えたことのあるチャナ選手なんですけど、はい、1>, 1個だけ問題抱えてたんですよね。何でしょうかね。めちゃくちゃ毛が多いんですよね、チャナ選手ってあー。あ、そうですか。なんか結果的に、6年ぐらいいたんですよね、ざっくり言うん、と。で、2、30回離脱してるんですよ、彼。全治 2>, 2週間、3週間みたいなのも含めればですけど、そう考えてこう、継続的なトレーニングってのが、もしかすると難しかったってのとか、うん 特にほら川崎は長いレンドでこう積み上げていくチームだったりするから、これがちょっとフィットしなかった理由だったりするのかな札幌にいらした時はそうでもなかったってことあでもね、札幌自体も結構実は離脱、体調不良とかもあったんですよね。まあ、だけどやっぱ攻撃的な選手だからよりねなんかフィット感もあったのかなというのもありますけど、まあ、なかなかということでタイに戻られたということで、まあ、なんとなくでもそんなこと言いましたけど、もっともっとなこと言えば。うん 時川杉がどうとか札幌がどうとかじゃなくていざまあさ皆さんタイはほらワールドカップ出れそうじゃないですかあなるほどうん,うんでほら異国の地でちょっと体調がとかなかなか例えば医療面で合わないとか横なことあるんであれば、うん、自国でしっかりじっくりやって代表チームのためにも貢献してワールドカップ出ましたって方が確かに,確かに,確かに なんかいろんな人のためになるんじゃないかっていう部分もありますよね、うん、分かんないけどね。うなるほど。いうことで、J リーグでなんかてていろいろやってきたことをタイにこう還元してほしいなというふうに思います日本、うん、での人気はもう揺るぎないものがありますからね、いつでもね。ま、そうですね。うんうん、ってことで、他にもレンタル移籍、松井選手とか江中選手とかもあったんですが、はいはい、なんだか出てきてるのが、うん、三好浩司選手が帰ってくるぞって話ですよ。れなないじゃないこれは 多分決まりますよね、ああその,あの向こう離れますっていうのはね、出してましたもんね、そうなんですよああこれはもうほぼ間違いないんじゃしかも三好選手はほら、はい、トップ下、インサイドハーフ、右ウイング系じゃないですか、うん、えちょうど右ウイングの永長選手が水戸に行き、うん、インサイドハーフの茶ナ選手がタイに行きって感じだから、<laughs> ね、ちょうどそのポジションが空くのもあるので、ちょっとうってつけ感はあるんじゃないかなとも思いますすそうでねどっちが先に決まったか分かんないですけどね。 こ、ね、ううれはあれでしょ、決まりでしょう。でしょうねうん、うんで、あとはちょっとなんかダミアン選手を、もしかしたらみたいな話がね、数か月前から言われたりしましたけど、ちょっと怪我とかもありますからね、うん、でもなんかどうやらなんかブラジル方面で、なんかスカウトが活躍してるみたいな話もあったりするので、もしかしたらウイングとセンターフォワードのところは日本人じゃなくて、うん、まあブラジル人選手を新たに補強なんていうケースもあるんじゃないかなと。 思いますそれで屈強なセンターフォーを連れてきて、その代わり、例えば宮代選手を左ウイングで使うなんてこともできると思うので、フロンタレはそんな感じになるんじゃこれは後半ね、巻き返せない位置にいるわけじゃないですからね、これ、本当大事になってくるでしょう、チーム作りね。間違いない。さらには ACL もこれからありますからね、本当だ、そうだ、日程もありますから、これは。もうだから、使える人材もたくさん入れていかなきゃいけないという目うございます。 そして続いてはこちらでございます。ドン・小川幸喜選手所属の横浜 FC。はい。はい。まあ現状は残留争いしてるチームということになりますが、大川選手がまあオランダに行っちゃうんじゃないかって話になっていて。これは嬉しい応援したいですけど、チームとしては決まっちゃう。はい。でもなんかチームとしても、あの、行ってこいって形らしいので、これはだから小川幸喜選手も満を持してってところになってきますね。そのポジションには誰かを取る 俺は入るとは思ってますよ。るから僕はそうじゃないんじゃないかと思ってますよ。俺あり得そうかなと思ってるのがね、また皆さん。原太一。わあなるほど。帰ってくる。一応理由をいくつか言いますね。一つとしては、例えば小川慶次郎さんだったり、荒井美月さんだったり、 いやヨーロッパとの海外経験したことある選手を横浜市で結構引っこ抜いてきたりすることってあるじゃないですか。さらに言うと、その山下選手だとか、うん、あとその今の小川選手、小田橋、あと三田選手とか井上選手とかもそうだけど、なんか、うん FC 東京、東京ヴェルディ、ヴィッセル神戸あたりとの、あとマリノスかな、うん、そこ辺りから結構、なんかね、それに関係する選手を横浜市で引っ張ってくる傾向が結構高いので、ラインがあるのかね。そうですね。はいはい、だ原選手、その中でいったときに、やっぱヨーロッパ組で、ちょっと来季が今どうなるか分かってない状況を、うんうん、さらには元 FC 東京の選手ってことを考えると、もしかしたらありえるかというところ。なるほど名探偵 るるるありえかななただ、もしくは外国籍選手のやっぱりこうミネイロ選手とかあと<は>ヒマルセロ・ヒアン選手とかが今ちょうどセンターフォワードに対等してきてるいてところがあるので<は>センターフォワードは伊藤翔選手を含めて彼らにも任せて、うん、その代わりチャンスメーカーを一人増やすなんていうケースもあるんじゃないかと思っていてそ、うん、うなってくると横浜市はベルディとすごく仲いいですから。うん バスケスパイロンなんてこととかもあり得たりしないかなんていうふうに思ったりしますた。ただね、まさにいくら教科もし課題はあって、G1、うん、全体なくてもトップクラスにクロスからの失点が多いチームああ、ディフェンス面。うん、なるほど。 ちょっと放り込まれ続けると、どっかでは1失点しちゃうってチームになっちゃてしまってるので、もしかしたら屈強なこう空中戦に強いようなディフェンダー入れてくるなんてこともあるんじゃないかなと。で、今、J2 でトップクラスに強い選手でいうと、例えば、いわき FC の家泉選手とかね、ここ横浜 FC、結構ね、いわきともなんかやり取りあったりするので、なんかありえるんじゃないかなってので、ちらっと入れてみましたけど、いかがでしょうかこれは間違えないですよね。 なり得るんじゃないかな。ないというか、ちゃちゃちゃあのう間違えない遺跡期間ですよ。これはミスができない。そうだね。ああ、もう何が何でも残留しなきゃいけないってところはありますからね。いただきたいという感じですよね。そうでね。あとはもうもう一人気になるのとした下日だと言いますけど、三浦和選手がね、寺ラエはどこに行くのかっていうところとそうかそうかそうか可能性あるってことですね。そうなんですよ。 鈴鹿なのかもしくはまたポルトガルなのかってこともあってますけどなんかこの間横浜石の練習に参加されたようでねカズさんああなるほどうんんかね中村俊輔さんとツートップやってたっていうのがピーョーみたいそれーみたいんですけどそんなこともありうちにコーチでねいらっしゃるからはい正徒でございますなるほど分かりました最悪濱石でしたはいそして今日3チームはこちらでございますミトホーリーホックスさんですとはい いやちょっと気になる水戸さんなのは、ですね後ろの方が実はちょっと十字マークだらけになってしまっているというこの間、ちょっとかわいそうだったのが、ー2 0日本代表の松田林選手が、ドイツはハノーファーのアンダ U23 チームに行くってのあの山形からというか、名古屋からというか、成瀬選手を引っ抜いてきたんですよね、レンタル。 そそしたらその成瀬選手が一石一鳥すぐ怪我しちゃったんですよだから今サイドバックにめちゃくちゃ怪我人が出てしまっていてだから本当はレンタルで出いや FC 大阪に出した松田選手なんかも3か月で水戸に戻させてで本当だったらセンターバックもできるタビナス選手を左に連れてみたいな感じに今なってたりするんです。 で他今ボランチからサイドバックにこうずらしたりだとかってことで、本当、急場しのいでる感じなので、サイドバックまたはボランチあたりの補強があるんじゃないかなとも思っておりますと。うんうん、ただね、ちょっと俺、気づいてしまったことがあるんだ、まさみなさん。んあのね、はい、えこのね、われわれの見る分かにも2度、3度出演していただいたことある、この梅田海人選手と同じタイミングで宮崎から水戸にやってきた、この前田涼介選手。はいはいはい え先日ご結婚されましたおめでとうございます。赤い点が入ってますね先生もどうなんですよ。ただちょっと今からいくつかずれ上げますけど、思えば上田選手ってヨーロッパ行く直前にご結婚されましたね。ああの選手もなんか今行くって話してるけどご結婚こないでされました。よく考えると、そう上田選手も確か JFL から J3 上がった時とかで。 結婚されたりとかだったんんですよねなかの天気があるときにやっぱりサッカー選手って結婚するっていうケースあるんですよ。うんうん、前田選手僕ちょっともしかしたら J1 あるんじゃないかなって思ってますって、うん、あの見とってやっぱほら各移籍市場で一人二人は J1 に引っこ抜かれるっていうのは結構あるじゃないですか。そうか。じゃあちょっと J1 への準備がったっしっかりしたいな、ね、とこともあるわけだから。あるんじゃないかなとちょっと思ってて。 今も、遺跡探偵はいろんなところに目を光らせてるわけですね <今も S 1> <laughs> そうなんですよね、ここまあ、水戸の中でも,も、心臓部でやっぱパスの散らしてとかっていうところでは、もうね、うん、え十分、二分な働きをされてますから、確かに最も筆頭格かなってところはあるので、うん、まあもしかしたらというところで一応、一応伝えておきますよというところでございますと。うんはい、ただやっぱり、水戸というチームはね、まあ、さ、あの関東とか東海地方あたりから、あのレンタルのごの用機器なところもあったりするじゃないですか。 それこそ以前、小川幸喜さん、前田大然さんだったりとかもありましたけど、うんうはい、こう考えてきたら、近い FC 東京とか、僕はあるんじゃないかなと思っておりまて、うん、ってうと、やっぱ最近、監督が変わられたじゃないですか。はい、東京 で最近、これ、数年間よくありますけど、監督変わったチームで状況がいろいろ変わったから、近場のところにレンタルで出すっていうのは、よくある話で、今年だと東京がまさについ最近、監督変わって、やり方変わるってのがあるから、若手の何人かが近場の J2 チームへのレンタルなんてことはあると思うんですよ。 あとはトモスレーーのルヴァンカップとかのグループステージとかも終わって、そそううかかなかなか試せる機会が少なくなってくるからとういすけど、未来のいい選手をどんだけ借り受けられるかも、この一つの勝負でねかなと思うんですよね。特に僕は西東京から中盤の寺山選手や、あとディフェンダーの東選手、特に東選手は、そそううななののよそうなのよ。 特にさ、まさこの東選手は、うん、あの、今年トップ昇格した選手なんだけど、うん、去年めちゃくちゃアルベル監督に、 あのすごく大事に育てられてルヴァンカップでめっちゃ出てたんですよ。それがそのアルベル監督がいなくなっちゃったわけじゃないですか。もしかしたらともすれば出番がないままって形になっちゃうようだとってところで一回出すなんてな、ね、ケースはあるんじゃないかなと。なね、うーん、えー、っていうところで水戸さんのおそらく何人か若手取るんじゃないかなと思っております。はいということで川崎、横浜 FC、水戸の。 補強戦略を抑えましたこれからいろんなチームをやってくれるってことですかこれは。そういうことですね。正式には7月の中旬から遺跡市場が開くのでその前は育成レンタルとかしかできないっていうのはありますけど。 まあ何かしらね、おそらくこういうヨーロッパ行きの方々とかもいろいろ出てくると思うので、ガチャガチャガチャといろんなチームが動くことになるんじゃないかと思います。さあ、もう後半戦占います、このね、ストーリーというんですか、なっていうんですか。注目してまいりましょう、ね、ということで、ミロアカでございます。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。声、えー、をかぶっていただけると嬉しいです。ということで、毎日やってます。ミロアカ、明日も聞いてね、井上マでした。おとうでした。ありがとうございました。どうもどうも。また。